スノーマン・渡辺翔太ストーンズ・森本慎太郎、ドリーム・ボーイズは、唯一無二の作品熱い思いを、チアーで明かす。スノーマン・渡辺翔太と、ストーンズ・森本慎太郎が10月1日、火曜日、発売の、チアー、チアー・ボルゴ10の表紙関東特集に登場する。渡辺翔太森本慎太郎、上演20周年を迎える、ドリーム・ボーイズへ熱い思い二人は、限定国劇場で最後となる舞台、 ドリームボーイズで、2年連続タッグを組む渡辺と森本がオールブラックのシックな衣装をまとい登場。様々なキャストに受け継がれ、上演20周年を迎える、ドリームボーイズへの熱い思いを語っている。森本は、ドリボンにはエンターテインメントの全てを感じることができる。だから、見る人を魅了できるのではないかと思いますと話す。ショッピーと充実した時間を共有できて楽しかった、渡辺も、 物語や展開もわかりやすいし、リアルとファンタジーがほどよく混ざっていて、パフォーマンスの派手さもある。それらのバランスが絶妙だから、唯一無二の作品なんだなと思いました、と話している。また、2023年に続いての出演については、ショッピー、渡辺に電話で説得されました、と明かす森本。昨年ショッピーと充実した時間を共有できて楽しかった。今回、相手がショッピーじゃなかったら、 受けなかったとと思うというい一方、2024年も受けることを即決した渡辺は、僕も今年もやることを即答した一番の理由は慎太郎だから。駆け引きだったと、二人の絆が感じられる回答をしている。